北側の入り口付近のビル西側の入り口付近のビルノールランド大学病院とはスウェーデンの梅尾にあるベステルボッテン県ランスティングが運営する病院である。病院は梅尾大学の隣にあり、大学の医学部と密接に連携している。ノールランド大学病院は県内とノールランドで最大の病院である。病院の主な任務は3つあり、住民の健康管理と調査研究と教育である。 病院は梅尾大学とともに、ノールランドの医療の調査研究と進歩の中核を担っている。また、医師の育成もこの地方の需要を満たすために、重要な任務である。県のドクターヘリの基地は、リュックセルにあり、地域全体からヘリコプターで、重症、重病患者を、病院の救急救命室の屋上にある、ヘリパッドまで運んで一時救命処置を行う。ノールランド大学病院は、 北部健康地域の地域病院であり、ベステルボッテン県のほかに、ベステルノールランド県やイエムトランド県、ノールボッテン県の患者も受け入れている。この地域の住民は90万人で、面積は国の半分以上を占めている。2014年1月に、スウェーデンの医療雑誌、ダーゲンズメディシーンは、ノールランド大学病院を国内最良の教育研究病院に選んだ。 ノールランド大学病院の起源は、1784年に、グスタフ3世が、ストール通り28番地に設立した病院である。この病院には2つの病床を持つ部屋が4つあり、負傷兵のための監獄も2つあった。梅尾では、世紀の変わり目に、町の規模が拡大したので、大規模で、近代的な病院が必要になり、町の中部のオリーバ県に、 新しい病院を建設することにした。1907年に134床の病床を持つ病院が開院し、約10年後の1918年に病院の規模が拡大した。診療科目も徐々に拡大し1926年に、眼科、1930年に、リウマチ科、1937年に、小児科、1938年に、自備院校科、 1953年に産婦人科、1957年に形成外科が設置された。一方、ノールランド大学病院の隣に学校ができたのは1956年であり、最初にできたのは歯科学校だった。その2年後に病院は教育研究病院となり、1965年に梅尾大学が設立された。ジェルタ・オハジャーナ・ジャーマン・ノーロンド・セガー。 ダゲンスメディソン、2014年1月25日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年5月21日閲覧。ハンナ・デ・ガーストラム、スベリーエ・バスタス・ジェカス・フィンズ・アイ・ラネット。ベスター・ボーテンス・クリーレン、2014年5月21日、閲覧。ABC、メドセンスカ・クリニカン・オメドセンスカ・インスティテューシャニビド、ニュース、EN、コートヒストリック。 メインよ、うなばせテッド、2011年10月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年5月21日閲覧。ダニエル・エイリク・エヌ・ゼ・エヌ・ベム・バリエーション・デッド。ベスター・ボーテンス・マディソン・ヒストレス・カ・ホーニング。2014年1月11日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年5月21日閲覧。ファクツ・フィギュアス。 名誉ユニバーシティ2014年5月18日閲覧ありがとうございます。